南昌東方約24キロ、陽子付近に旬動する敵3千を殲滅すべく、突如行動を開始した皇軍の精鋭は、2月18日未明、完全湖水を渡って進撃。森から待機中の田中田川トリス長村の各部隊は、奇襲敵の正面より鉄牛快速部隊を先頭に追撃戦を展開。この時、やらいの雨は上がったとはいえ、辺りはただ泥泥膝を没する悪路。無限軌道は半ば泥の中に食い込み、ロークの進撃を続けました。それに呼応して我が砲兵部隊もまた一面泥海と化した新戦場を前進また前進して敵を東方に圧迫し、陣馬泥まみれの追撃。ここに各部隊緊密な協力のもとに爽快なる殲滅戦の火蓋が切られました。